ウィンブルドンパーク駅は、ロンドンのウィンブルドンにある、ロンドン地下鉄の駅である、ディストリクト線ウィンブルドン支線にある、島式ホーム一面二線の地上駅で、トラベルカードゾーン3に属する、テニスの四大大会として、世界的に有名なウィンブルドン選手権が開催される、オールイングランドローンテニスクローケークラブの最寄り駅の一つでもある、当駅は、ウィンブルドン公園の東側、 アーサーロードクローズのメルローズロードとの交差点に近くダーンスフォードロードの200メートルほど西にある。この駅は1889年6月3日にパットニーブリッジ駅からウィンブルドン駅までの路線が開業した際にメトロポリタンディストリクト鉄道が開業した。この路線自体はロンドンサウスウェスタン鉄道によって建設されたもので1889年7月1日より L&SWR の列車は、接続駅のイーストパットニー駅を経由して、バーンズ線のクラパムジャイクション駅まで運行するようになった。当駅を含むパットニーブリッジ駅から、ウィンブルドン電車運行は1905年8月27日に開始された。サザン鉄道によるウィンブルドンパーク駅を通る列車の運行は1941年5月4日に終了したが、 路線の所有権は1994年4月1日にロンドン地下鉄へ移管されるまでナショナルレールに残っており移管の時までこの駅にはナショナルレールの駅名標が掲げられていたロンドンバスの156系統とシニアバスの N87 系統が当駅の周辺にある国道 A218 号線から発着するロンドン交通局ロンドン地下鉄ディストリクト線 ウィンブルドン支線ウィンブルドン駅、ウィンブルドンパーク駅、サウスフィールズ駅、マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー,ユーセー時、データ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。ウィンブルドンパーク、アーサーロード。ロンドン交通局。2016年8月14日閲覧。ありがとうございます。